アンデムシャです。どうもミキです。ネジです。ウフス。どうも相馬トランジスタです。今回ですけども、はい、僕たちねやっぱ YouTuber なんで、はい、まあ、目立つ髪型してるじゃないですか。で普段からやっぱね目立つことを意識して生きてると思うんですけど、今回は最も芸術家っぽい見た目になれたら勝ちっていう、おー、見た目、そういうゲームやろうかなと思います。いやもう仕上がってるじゃん。いや、まあこれ6番仕上がってるんですけど、今回もまあさすがに一人一人個人戦じゃなくてチーム分けで、あ、2対3に分かれてチームの中から一人素材を決めてもらいます。じゃあもう俺と組んだ人はもう俺じゃない人が絶対なる。そう、素材を決めてもらって、その素材を制限時間5時間あるんで、4、5時間内にどんな手を使ってもいいんで、髪型を変える、服装を変える、メイクする、どんな手を使ってもいいんで芸術家っぽい感じにする。はあ、芸術家ってどういうことですか。だからもうそれはもういろんな捉え方があるから、こういうのもある。そうそうそう、まあ、攻めてる姿勢ですよ。変身させます素材を。なるほど。変身させ合って、どっちの方がいかに芸術家を作れたのかっていう戦い。だから素材になった方はされるがままに受け入れないといけない、全て受け入れないといけない。拒否権がないってことね。拒否権ないです。うわ、これでも一番おもろいのはやっぱでもマイスさんなのか。マイスさん、違う違う違う、マイスさん入ってる。マイスさんはプライベートでやるってことだね。関係ないところで勝てる。まあでもマイスさんを変質させるっていうのはありですよ。ありだよね。チーム分かれて、そこじゃんけんなんで、素材、あ、ロケマさんは今回なし。あ、確かに。完全しちゃってる。完全しちゃってる、なしで。ジャップ点ってあるやん。まあもちろんギャップでありますね。例えば、そう、相馬さんが変わってもなかなか、そうそう、あんまおもろくない。まあそこはだからチーム分かれて話し合って、じゃあこれ素材にしよう、この人素材にしようみたいな話し合ってもらいます。はいはい、なるほど。じゃあまずチーム分けいきましょうか。はいはい、グッドパ。おお、すごい分かれ方だ。すごい、珍しいな。珍しい、珍しい、珍しいね。うん、確かに確かに。でもこっちミッキーいくんじゃないですか。俺と相馬さんはあれがあった。ミッキーしかないなー。ミッキーがもう来ないよ。俺と相馬さんがちょっとできてるやん。まあ完成的に俺と相馬さん持っていくっていう。相馬さんに好きなようにされるんか。ちょっとないそれ。俺がいるんですよ。求めてない。いや求めてないっす。どこまでだからガチで作り上げれるからって。もうどんな方法を使っても構わない。どこ行ってもらっても構わない。結構時間あるんですか。どこ行ってもいい。これ結構やばいですね。あ、そのむずい。制限時間もちろん 4,5 時間あるとして、その15時間決まってるんで。料金とかあれなの。料金は一応10万円まで。あ、じゃあ10万円、進化の幅あるかなっていう。なるほどなるほど。そっちはおもろいっすね。なんかハイブランドいけない方が。そうか、そうか、売らないと思うんで。あー、これさ、これむずいのが、ミッキーって髪の毛いじれんのっていう。オーシャンでね。オーシャンでやってるから、あんまりそこがしゃがない方がいいっしょ。だって確かにそうっすね。まあでも、付け外しできるやつやったら OK。 付け外しかー。そっちのチームは誰にする。まあ、名人か。まあでも、まあどっちか決まってないっすけど、うん、名人の方がまあアレンジャックしかないっすよ。うん、僕しかいない。そんな使命感あんな。あらかいじゃないですか、流れにね。そしたらもう両脇大変なことになる。確かに入ってついた時はそうなってると思うんですよ。ミッキーもそうなったら俺とヒカルが一番まともっていう。いやでもまあまあその状態で撮影続きますから。やばいな。名人がやったらウケるっていうのはあるんやな。そうっすよね。強いのは勝ちに行こうと思ったら俺が変身するより名人が変身した方が絶対おもろいと思うよ。確かにな。素材としての能力が高いじゃないですか。高いっすね。高すぎるっすね。何でも振り幅がね。確かにこれに普通にタトゥー入れそうやね。言い訳になりそうだね。なんかそう、なんか今まで入れたかったけどちょっとその名目がねできたから。これきっかけタトゥー4、5時間だね。やばいっすね。それでも勝ちだもんな。まあ勝ちですか。結構名人さん倒すって考えると、うん、いやむずいね。作戦会議が入ったりしょ。いやマジで人変えるぐらいじゃないとダメだな。どっちがいいですか、カメラマンは。佐々木さんと前さん。でも佐々木さんって結構有利だと思います。確かに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 圧倒的有利だと。確かにね。アドバイスじゃんけんした方が良さそうですね。前さんだったら素材として使えるっていうのもある。可能性としてはね。まあその話し合った結果、ミッキーの髪型いじれなくて、で俺も面白みないじゃんってなった時に前さんにするっていうパターン。じゃあ俺ら前さん取りますか。そうそう、名人 VS 前さんだとちょっとおもろいや、やっぱり。確かにそうっすね。で、あのさ、芸術家にカメラ回してるのめっちゃおもろい。お前かい。やられる本人。そうそう、お前が回すみたいな。審査員はやっぱまあ佐々木さんが、あー、そうそうそう、佐々木さんに決めてもらおうかと思います。確かに確かに。どっちがいかに芸術家っぽい、まあもう分かるって、もう見た瞬間に正直満場一致で、もうこれ負けたなかったなっていうのもなんとなく分かると思うんで、登場した時に。いや、佐々木さん助言はなしってことですか。阿久津さんしろ。まあ阿久津さんいいかもね。阿久津さんしろかじゃ。確かに。じゃあ佐々木さん何でもいいです。ありで阿久津さんが審査員。まあそうなってくるとね、おもろいよね。俺超えてきてほしいですけどね、やっぱり。
何言ってんの。超えるいや、これを超えたらやっぱ勝ちじゃないですか。どんなポジションに。これを超えてからいいね。じゃあどうします、前さん、牛にします。じゃあいいっすよ、欲しいっすか。どうしよう、最初素材を、ね、ミッキーくんどうします、素材が勝てないミッキーどっち。いや俺はちょっと前さんじゃないと、メイディーさんに勝つって結構難しいから、正直動画のこと考えちゃうと。そうそうそうね、そうなんですよね。あとミッキーをなんかどこまでいじっていいかの不安もあるの。で、まあ、できて多分、まあ、メイクとかそうそうだと思うんで、勝つ気だったら結構やっぱいじんないと。確かにもうだってもう好きにしていいんですよね。それは絶対前さんだもんね。だから前さんがいい。髪とか別にいいでしょ、好きにしたって。確かにいいよね。今日一日でカメラマンまですごい反感してるんですよ。いやめっちゃそれできるんだったらさ、そうそうだからそのブリーチの時間がな、ブリーチの時間いやいけるっすよ、時間ある、あれ時間はあるんで、じゃあいけるか、いけるか、林さんがそっちチーム入ってこっちの感じなんで、はい、3対4で行きましょう。じゃあ賞金10万円で、じゃあ、あ、これもレースだね。いや、そうそうそう、それはそうじゃん。あと、もうこれすごいおまけで言うんですけど、賞金で本当は6月末までだったんですよ、予定、うん、ちょっと短いなってことで、はい、年末まで。だいぶ伸びた。結構です。倍やばだから、まだまだ勝負終わんないです。よっしゃ、よかった。じゃあ全然だね。まず最初はメイクができるところに向かいます。オッケー、なるほど。そこでスタート地点で、そこでゴールとしてそこに戻ってくるって感じ。なるほどなるほど。まあ、とりあえず行きましょう。はい、じゃあ前さん、頑張りましょう。はい、アットコスメ東京っていうところに来たんですけど、ここでまあ拠点にさせてもらって、はい、化粧品買うならここで買ったりとか、まあ、ここからもちろん出て、まあ、美容室行くもあり、うん、買いに行くもあり、もう何でもありなんです。なるほど。集合時間が4時間後の14時半。これ遅れちゃうと撮影支障出ちゃうんで、まあ、4時間で仕上げないといけない。4時間。うわー、はい、もう時間ないです。そんなに間に合わなかったらその時点で負けなんで。もうバリカンか。え？時間です。ちょっとすみません、雑に。雑にやめてください。再確認しておきますけど、芸術勝負だって。はい、芸術ですよ。バラエ取ったら勝つわけじゃない。はい、違うんですよ。もちろんもちろん。だからかっこよくてもいいんですよ。とりあえず審査員阿久津さんお願いします。で、阿久津さんがより芸術的だと思った方を教えてください。わかりました。エビのワイドを切れなくて大丈夫。ああ、大丈夫です。夜に。はい、夜のワイドで。頑張ってください。じゃあここ解散で、今からスタートで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、じゃあどうしよっかなっていう、芸術とは何かっていうところからまず考える必要がありますね。そうですね。男ってやっぱ面白かったらこれ芸術って言うと思うんですけど、うん、女性ってやっぱかっこよさも必要なのかなっていう説あるんですよね。まあ、でもこのモサい感じをどうにかしたいですよね。まずこれちょっと芸術じゃないですもんね。この化粧云々よりも髪型が一番大事ですよね。だから服装、そうですね、そのまま行くのかなんかするかって感じですよね。多分、まあ、俺一個考えたのは、多分向こうは服買ったり美容室行くじゃないですか。もう普通だと思うんですよ。あえてこっちそれを逆行ってホームセンターとか行くっていう。その異次元な方を攻めるっていう手も俺あると思うんですよ。動画の撮れたら考えても、普通の攻め方しか面白くないんだったら、一回とりあえずホームセンター行ってみて、そこからとりあえず決めていくっていう。そのホームセンターにしかないものは絶対向こう使えないですからね。で、なんかその僕漫画とかで、ギャグ漫画とか昔あった漫画で、花坂天使てんてん君って漫画、うわ懐かしい、そこでなんか美容師対決みたいなのやってたんですよ。そんなありましたっけ。あったんです。いかに芸術家目指すみたいな。俺そこから着想を得てるんですよ、この動画。それですごい髪になっていくんですよ、どんどんで、最終的になんかホームセンターの植木鉢みたいになっちゃうんです、最終的に。分かった。で、それワンチャンそっちなんかなと思ってて、パーマみたいな。普通に植木鉢をなんか頭に乗せてんの。そうそうそう、形がもう止めなきゃ。いや、じゃあ普通に植木鉢を乗せてんの。そうそう、乗せてた。よく分からへんってなっちゃうんです、最初に。それが最初に芸術なんだ。で、結局芸術って何だったんだろうみたいな感じで終わるんですよ、その会話。あったわ。どっち攻めるか、正統派路線で美容室とか行って目指すのか、そういう勝負しないっていう、どっちがいいですかね。向こうは普通に来るんで、その普通超えます。あ、そうか、圧倒します一回、うん、圧倒しちゃったらワンチャン向こうもだから負け認めざるを得へんみたいな空気になるかもしれないですね。この辺で多分収めてくると思うんですよ。うん、俺もこの辺は行っときたいんだよ。高さを、なんか太陽ぐらいなんか、わかんないっすね。みたいな、これで歩けるみたいなぐらい、小林幸子の、そうそう、小林幸子スタイルで行く方がいいんじゃないかなって説あるんですよ。フォルムは基本的に大きめってことですね。まあでも、こじんまりするより大きい方がよくないっすか。大きい方がいい。大きい方がいいっすよね、多分芸術って感じですよね、はいはい。目立ちますからね。服装は一旦後で置いておこうかなっていう。それじゃあ出ますか。まあ、ホームセンターもしくはドンキとかそっち系ですよね。いろんなのが売ってるところがいいかも。はい、だからなんかその LED とか照明とか巻きつけていくみたいな。なんかクリスマスツリー作るみたいな感覚で。ああ、なるほどね。あ、素材が名人なんで、多分ぶっ飛んだことしてたら勝つ気がするんですよ、あれは。あえての素材、前さんが。なんか前さんだけで笑いが生まれるっていう。そうなんですよね。ずるいっすよね。ちょっとずるい。
前さんはちなみにどういうのになりたいですか？かっこよく言ってほしい。反り込みとかってことですよ。いや、反り込みとかちょっと僕はやっぱり前さんは清潔感結構あるんで、清潔感ないくなるわけじゃないですけど、やっぱヒゲとかないじゃないですか。ヒゲのアートメイクとかもあるじゃないですか。アートメイクするな。2年くらい取れないですよ。ヒゲとかじゃない。あと普通にアートタトゥーね。いやいやいや、それなしですか？僕思ったのは手首回ると無理じゃないですか。だからオフシャンボ一回引いて、ヒゲの人に行ってそこで手で呼んでもらえば。あ、なるほど。変化でいや、メイクできるんですか？できます、できます。あ、じゃあここに揃えちゃって聞いてみます。もしもし、今ちょっとネクステの企画でビジュアル変更みたいなことをしようとしてるんですけど、手空いてる人とかいれば、髪の毛とかメイクできる人もいたらいろいろやってもらいたいんですけど。お疲れ様です、そのさん。おー、どうぞ。あ、ここで何かされるんですか？あ、僕なんです。めっちゃ悪いぞ。めっちゃ悪い。まあ、頑張ってて。こっちは最強なんで。マジで最強なんで。お疲れ。お疲れな。多分美容室とかね。いや、だから支えですね。いや、でも美容室には美容室ですよ。まあ、でも美容室は出て行った方がいいですよ。あと服はその本坊さんとか、うん、絶対本坊さんとこぐらいかかってる店ないと思うんで。とりあえずじゃあ原宿店大丈夫そうですか？じゃあ今から向かいますね。はい、じゃあお願いします。すいません、突然ありがとうございます。はい、カラーはアシスタントの方でやってくれるんですけど、カットは店長の人。うわ、店長っすよ。すごいっす。メイクはどうなの？メイク一応劇的変更メイクはあれなんで、ここだけ。まあでも髪型変えてもらえるのはでかいですね。めっちゃでかい、はい、しかも変化のオーシャン。そうですよ。ちょっとヒゲよく生えてるやつにちょっと聞いておきます。あれ、すげえ、すごいすごいな、メイクの力。もうやっぱね、こういうとこ、スキンキもね、やっぱ、ね、本能正気ですね。書かないと、だって。そうですよ。もう振り絞らないと。もしかしたら起きてないかもしれない、でも。それワンチャンしょうがない。でも、先生に聞きますか。眉毛を描くペンシルで、家描くのも代用できるような。あ、こんなにあるんやってる。すごいな。一応描っときますか。どこら辺に行くかだよね。人物イメージした方がいいかなと思って。あ、マイケル・ジャクソンとかもいいんだよね。ウィッグにしてもいいんじゃないですか、だと。単発マイケル・ジャクソンもかっこいいから。でも、ハットみたいな。あと、ジョニー・デップとかね。こっちの路線とかも。あ、ジョニーデブでもヒゲ必須っすもんね。そうだ、ヒゲむずいかなとも思うんだよね。美容室で予約してましたね。美容室行ってる時点で負けでしょ。負け。だからもうそういう普通の戦いこっちする気ないんですよ。でそこの美容室って駅から超えれてた時点でこっちは勝ってるじゃん。発想が勝ってますよ。向こうは絶対成功法で来ると思うんで、こっちはもうそこはそれた戦いですね。もう別次元の戦いですよ。だからホームセンターかなり攻めてます。意味わからへん、ホームセンター行く。似たような感じになっちゃうと思うんですよね、小沢純美容師行ったら。だから人間の戦いになっちゃうんですよね。作品を作りたいですね。ホームセンターで集めた素材で名人を使って作品を作るみたいな。もう名人オブジェになってもらったんですよ。そうですね。僕ら飾り付けするって感じですよね。だからそれを阿久津さんがどう評価するかちょっと正直未知数なんですけどね。もう服なしで名人裸で。そっちもそっちもいいかもしれない。向こうは美容室で多分焙煎剤みたいにするとか、俺でもそうやと思うんですよ。逆にこっち髪型とかあんまどっちでもいいですもんね。そういう戦いじゃないっす。スイエボみたいな感じで髪の毛しまっといてもらってもいいですもんね。いらないですよね。うん、別にいらないっすよ、髪の毛。メイクとかもワンチャンもいらないぐらいのレベルです。素人がやってもなんか変になるだけやん。メイクっていうのは僕たちとして確かに。そこむずいね。まあでも佐々木さんもいるんでね。そこ佐々木さんセンス任せます。僕はもうこのホームセンターっていうアイデア出してとりあえず仕事終了ぐらいの。いや早すぎるって。圧倒的に前衛的なアーティスティックなやつってことですよね。難しいな。マイケル・ジャクソンにしたいんですよ。マイケル・ジャクソンできます。あとジョニー・デップとか。ジョニー・デップヒゲを描きたい。うまく描けるやつとかないですか？でもアイラインですよ。ですよね。これとか描いてもらったりできるんですか？ヒゲ描くはやったことないです。そうっすよ。付けヒゲとか売ってないですか？付けヒゲはないんですよ。付けヒゲいけないんだったらもうジャクソンコースもう美白に。それからヒゲに寄りすぎてる。ヒゲ別につけなくてもかっこよくはできるんで。美白でいこう。だから今風の韓国系。俺は結構変わるんですよ、やっぱ友達もありなしで。ああ、なるほど。中谷さんもめっちゃ変わるじゃないですか、ありなしで。確かに。本当に月日専門店とか行かないと。確かに。ああ、そうだ。ああ、そうだ。アレスショップ。俺があの髪の毛染めたところなんで。ここでもなんかウィッグとかめっちゃあるんですよ。いや、そうだ、俺がそれ髪の毛やったことです。そこ行くのはあれだ。絶対行った方がいいですよ、ここだ。ジャクソンするなら絶対。じゃあちょっとそっち行ってみようか。さっき行ったそこで行って、ある程度揃えてから。そうだ、そうだ、そうだ。色を白くしたくない。肌めっちゃ白くしたいんですよ。ジャクション。すいません。ヒカルさんめっちゃ余裕な感じで出ていた。そう、いやあれ怖いっすよね。あれ怖いな。
まあ、光ある程度もう散々ついてそうだよ、ね、いや絶対ついてますよ。光って大体オープニングでカチカチの顔してるからな。あ、でも結構白いですよ。あ、いいほら、めっちゃ白いですよ。白い、なんか汚いもん触るみたいでやめろ。ほじった後の鼻くそ。ほじった。あ、でも白くなってない。めっちゃ白いっすよ、うん、毛がすごいな。毛はいいだろ。粉とかもあったらいいですよね、それで。チャージとかも買ったわけだ。そうだ、そうだ、そうだね。ちゃんとかっこよくしてあげたい。あと、ピアス、ピアス、ピアス開けます。イヤリングでもいいっすよ。あ、イヤリングいったら全然いいっすよ。イカリングみたいにつけますもん。ただ、ただもっと白いのちょっと僕ら行ったらで探してもらっていいですか。あ、もちろんで、はい、色もつけたいのでもね。まつげとかぶち上げたいっすね。あ、まつげつけるのどっちに。てか、アイプチとかどうした。あ、アイプチ、アイプチして、眉毛とかも描いて、そうバッサーしてね、ジョニーデップとか眉毛とかバッサーして。じゃとりあえずアイプチ、下地、まつげの眉毛あとなんか色つけた、あとまあなんかちょっと口紅も塗った方がいいです。あ、それは絶対そう。いいね、その辺ちょっと全部困りました。すいません、お願いします。こっちの方が白いかもしれないんですけど。白、うわ、マイスさんもともと白いんだよな。あ、でも相当白いですよこれ。あ、めっちゃ白くなってる。だから前さん汗っかきなんで、そこだけ気をつけてください。汗止めてください。確かに、まあ、前さんをスタイルにするって結構至難の技があるんで。結構じゃあムズいっすよ。佐々木さん言われたっすもん。それ俺、あ、待って、あ、そうそう、それで開けてと、はい、こっちか。どれがいいか分かんないな。一番強いのってどれですかね。アイシャドウとかして、このパンになっちゃうのがテープで、これがノリで浸って貼り付けるタイプなんで。両方買っときます。両方買ってみましょう。そうだそうだ。あとはリップと、あ、リップ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 ね。かわいい。俺なんか最近これに使ってるんで、ブレイズに似合うんかな。全部考えちゃうんですよ、下の顔みたいな。あ、全員ブレイズ当てはめる。あ、大ファン。大ファン。ありがとうございます。ガチだから。ガチじゃないですか。ファンデーションだと粉、はい、白くなるやつ持ってきました。すいません、嬉しいですね。いや、そりゃそうでしょ。これ結構明るいけど、なじませるとツヤツヤみたいな。綺麗、確かに確かに確かに、はい、これありですね。これにしましょう。私もなんかいいやつ、そのまま白くなるやつでいい。本当真っ白な。本当に大丈夫ですか。大丈夫ですか。真っ白にあのさ、緑のアイシャドウとかもめっちゃ。あ、確かにありっすね。あ、これ、これですか。確かに、あ、全然ありだと思う。かっこよくない。そうですね、芸術的ですよ。芸術っぽい。こういう感じじゃない。これマジで上手な人にやってもらわないと。確かに。あ、すげえ、でも意外といけるぞ。え、ほら、え、じゃあこれ買いましょうよ。これ緑と青、これかっこいいでしょ、これ、うん、本当はなんかこれでね、こうネイルとかもしてたらめっちゃいいね。あー、そうですね、そうですね。ネイルあるんですか。あるある。真っ黒にしましょう、ネイル。あ、黒いいと思う。全部黒良くないですか。黒かっこいい、かっこいい。いや、絶対できるならやった方がいいです。あ、できるんだ。やったことないですけど。いや、でも器用そうなんで。まあ確かに、ロケマスターテントそういうの。あ、得意なんだ。多分上手い人。あ、そうなんだ。真っ黒の中になって入れてもありそう。あ、確かに、面からでもいいですけどね。あー、面から、あ、俺らの面から入れます。赤と黒でいきます。赤と黒だけあったみたいな。あ、いいっすね、確かに。いや、でも見えてきましたね、ちょっと。見えてきた、見えてきた。ここをめっちゃ有効活用してる。いや、そうです。感はあるっすよ。だって、あのチームもう、そうそう帰ったから。何も変わらなかった。確かに、何も変わらなかったね。ここの意味よな。これが多分真面目ないよね。どうせ佐々木さんとか、いや、というか、俺のところで言ったらもう全部揃いますよ。絶対言ってそう。絶対そうだね。絶対言ってるから。あれ、名称できますから。確かに。変わらないんですよ。そう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 。オレンジ入れたりとか、綺麗に明るくなったりする。一応ちょっとオレンジ買ってきた。そう。あ、でも確かに。本間さん、ヒゲすごいですね。俺、意外とすごい。こんな入ってたんだ。そうだよ。本間さんぐらいだと結構ややこしいヒゲですね、これ。ややこしいといいの。でも全然ちゃうぞ、さっきと。はい、違うっすよ。下地でこれなんでね。なんか、本当にそういうお姉のメイク系の人。お姉ってなんか、お姉のメイク系の人が見えてるんだね。じゃあ、これと、ここでいくらかっていう。確かに確かに、そこ10万超えちゃいけないの。2万が高いな。ちょっとこっちしようか。はい、ちょっと真ん中にします。あ、2万やっちゃった。服が買えなくなっちゃう。校舎どんぐらいする。僕一応専属なんで。あ、そこまで友達紹介とかの時はまあ貢献してらっしゃるんで。確かに僕らも頑張って宣伝します。そうそう、確かに去年1位取ったんで。ああ、そう。ああ、2,3 隅から隅まで行くしましょう。そうそう。でも概要欄に貼っていって。いや、それは貼っていただきますね。はい、貼ります。いやー、さすがっすね。さすが、メイクってお金かかるんだな。そうっすよ、大変だ、女の子は。確かに。でも今男もメイクする時代なんですかね、やっぱね。へー、下地と眉毛描いてますけど。あ、でもそれぐらいか。俺も眉毛描いてます。俺も描いた方がいいってこと。まあ、髪の毛で描かれてるし。俺だけは別にしなくていいみたいな。素材本来の良さって。あー、そうか、その塩だけで描けちゃうみたいな。清純派女優みたいな。あー、そんなに必要ない。フォローだとしても気持ちいい。ありがとうございます。気持ちよくしてもらってありがとうございます。
なんかアイスとか食べたいね。まあ楽しい。余裕だった。ちょっとね。まあ揃ったんでね。揃って、だってもうオーシャン行ってドックで買うんだったらドック行っちゃえば。ドックも近いし。そうですよね。全部近いんで。全部近いから。これいいですね。買ってっちゃうよ。でもあれだけ見に行くんじゃなかったでしたっけ？原宿のさっき言ってた。いろいろ置いてある。ああ、なんか言ってましたね。こう行ったらなんかいろいろありそう。はい。でから行きましょう。え？ちょっとこれやばいな。で、これ王者ただなんで大ぐらい6万あ、じゃあいけるじゃあ、ちょうどだ全然いい、全然いいじゃん他出していいんですか残りもらっていいんですかダメえダメ残りもらっちゃダメなんですかへぇはいはいどうしたんですかえポケットに入ってるじゃないですか一回持っといた方がいいかなって思ってえ、これもダメですロケマさん、入れといて大丈夫6万ロケマさん出して大丈夫そうっすここにも入れとってくださいロケマさんと俺どっちが信用できんのロケマさんですそう、残念でしたじゃあしょうがないこれはこれは炊けるんで4万348円女の子は大変ということが分かりましたいやマジで大変だわやばいっすね残り5万9652円よしじゃああそこ行きましょうアレショップすみませんありがとうございますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますありがとうございましたはい到着しましたホームセンターホームズ行きましょうかあいいっすねなんかもうこの感じがいいっすねこういうさ竹槍みたいなスタッドみたいなさ確かにねそういうことでしょ攻めっていうこれとか考えないですけど攻め若干植物使いたいですよねうん使いたいうまく絶対向こう使ってこないと思うんですよあれはこれは絶対いいこれっすよね多分これはいいっすねもうだってこれ巻きつけるだけでも確かにめっちゃおもろいっすからこれ買いましたね LED とかもあった方がいいっすねじゃあ LED 欲しいっすねこれめっちゃいいっすよ最終負けても笑いさえ取れば OK みたいなのありますねそこに行ったら LG マジかでもせっかくならやっぱ勝ちたいっすね勝つために実はもう何なのかってぶっ飛ぶことなのかまとまるのが難しいとこっすねでも阿久津さんって結構マジで飛んでるからまず LED が使いやすいの大事だと思いますよ、うん、破天荷した方がいいっすよ、はい、この草の中に使ってるって大事だと思いますこれめっちゃ良くないっすよこれあでもこれライトこれライトつけれないっすよなるほど電池じゃないとこういう球体とかめっちゃいいっすよねめっちゃいいこれ頭の上で光らせるそれめっちゃいいっすよあた。あいいじゃんいいじゃんいいじゃん。いいよめっちゃやばいよ。炭酸でいい。最高じゃん。めっちゃいいやん。買うかじゃ。いっぱい買っとこう。これ鍵握ると思うねこの戦い。音とか鳴らすのも面白いかもしれないですけど。音なんて。これスペアダンス。これいいっすよね。これ頭に乗せたい。かなり大きな武器になりますよね。もう一応買っておいた方がいいんじゃないですかでも。あそうそう。ヘッドライトあります。最初ヘッドライトって言ってもありますけど。中につけちゃって中で光らすっていう。あおしゃれおしゃれ。コンボします。コンボしたほうがいいっすね全く別のことしたんやろなお互い向こうのチーム全然普通のことしたんやろなそれはそれで楽しみやな思ったんですけどブリーチとか言ってたんですけどそこの店にいい感じのウィッグとかあればまあそれ切ってもらうのもありっすよね全然ウィッグにハットがかなりかっこいいね確かに、はい、しかもさうまくできるよねただやっぱブリーチした方が前さんのリアクション的におもろいいやいやいや関係ないっしょ俺のリアクションとかすげえロケマサ君の空間識の能力立ってみたらもうある程度分かるらしいロケマサ君の位置情報やばいっすあやばいんだやばい優秀なんだ優秀っすよでもナビですから俺の頭がやっぱ運転結構してるからねはい本当にすごいな趣味さだけで庭なんだよ噂の髪型ではあともう普通にアド感すごくない確かにあー確かにあうっせぇわ感すごいメンズ版うっせぇわうっせぇわねこれでカバー歌ったし確かに確かに俺がこの髪型一番やりたくなかったこと何もしないようにここ歩くことです確かにねこの髪型で街中を歩くことですへぇ昼間にケーキやけどなだって今普通に道歩いててもみんなロケマサ見るもんいやだってそうで本当にロケマサを知ってるとかじゃなくてもうまず見る確かにこれ絶対見ますもんね何者っていうただ者じゃないただ者じゃない俺でただ者の方が困るっすよね後ろ姿いかついもんでもなんか勝てそうだけどなあっち結構ヤバいんだろうなまあでも佐々木さんっていうセンスの塊みたいな人いますからねあっちの二人のさ説得力がえぐくないそうなんですよプレゼンテーション能力ちょっとまあまあだから確実に高校できたいですよね確かに飲み込まれるってそうなんですよ権力的にはカースト低い方チームとカースト高いチーム、まあ、確かに それに土台も前さんなんで名人ってご利用されてくると結構ダメージがいいただそのフランス戦といえば対戦する人が阿久津さんなんだけど阿久津さんは逆にカースト低い子に優しいタイプだからパパタイプそう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 強い人になびくじゃなくて多分弱い人に個性が強いから強いからそうそうそうペロモン出してるだからミッキーこの後でリアルガチデートすれば全然いけるポジカメラなので見とけばいいいやそうそうそうそんなんされたらもうね俺でもいっちゃうもんこれだやばそうこれロケマサ御用達感すごい確かに
ごいすごいすごい、すげえ、これマジで来て正解ですよ。うわすげえ、わあでもこれ絶対かっこいいっすよ。確かに確かに、あもうジョニーデップいけるんじゃない、はい、ロングいいっす。ちょっとできます。あできますできます。ちょっとこれいいですか、綺麗につけたいですよね。いつだ、誰サザエさんみたいな。ちょっと待って、マイさんちょっと一回ふざけないでください、マイさん。いやいやいや、これはちょっとさ、これちょっとプレデターになってますよ、これ。エイリアン vs プレデターの。いるけど、確かに。いるけど。これ、別ではないですよ。確かに、それこそヒッピーか。さっきのメイクに合わないですね。確かにね。だったら、普通のストレート、そうそう。この、こっちとか。これとかはどうですか。いや、ちょっと、笑いながらやってるんですよ。遊ぶのやっぱり。あ、白がどうですか、白。いや、こっちはいいですよ、普通に。これとかいいですよ。これちょっとつけてみよう。普通に一回ナチュラルにつけてみよう。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。ごめんなさい、顔だけちょっとやってください。あー、まあでも、全然いい。あ、でも、クリアのルインっぽい。まあ、確かにこれでくる。いそういそう、あのあれだ、トム・ブラウンのツッコミみたいな。いや、ダメって言ってもらっていいですか、一回ダメだけ。ダメ知らないやん、知らないでしょ。いや、でもこれ、見つけてないから。そうそうそう、ありあり。でも全然間違えたら。マジでありだと思う。俺とハットかぶってたらマジで。俺間違えたらありえない。マジいりま、今マジいりま、全然いりま。ちょっと待って。いやでもやっぱ振り幅はやばいです。マジさこれやばい。いやこれハットあったらマジでかっこよくない。ハットはマストだな。ハットだな。ちょっとこれ似合ってますよね。あとちょっと一個ちょっとなんか巻いてない。似合ってますよね。どうも言ってないですよ。あの巻いてる風のやつもちょっとやってみます。ちょっとめっちゃ遊んで。いや遊んでないです。ちゃんとガチです。可能性はね、一発もありかなと思うんです。一回銀行っておきましょう。一回銀行ってこれ行ってでどれがいいかっていう。銀やったらかっこいいですね、これ。確かにセフィロスみたいなね。あ、セフィロス感か。はい、確かに。セフィロス感は出そう。セフィロス。ちょ、まえさん、ちょっと、普通にしてもらって、一回。ひらこパパ。すっげえ、お前。これはやばい。ちょっとシャッて。この前さ、もう一回もう一回もう一回。これはやばい。これちょっと黒でいけない。これね、ちょっとちょっとトントンってやってトントンってやってくれる。やべえ、黒でいきましょう、これはもう黒だな。ちょっと巻いてるやつだけ、あとあ、そうですね。マヤさんも、そう、ふざけてる場合じゃないんですよ。いや、これ僕らの泣いてるんだけど、僕らのイメージを悠々と超えてくるんですよ。確かに一回も。じゃあ、そういう面白い顔するかな。本当にもう本当にもうエンターテイナーですね、マヤさん。本当にね、これだったらいけるかもな。はい、これ一番いい説あるな。ちょっと見ないよ。見たらほら、見たらまたすぐそういう変化していってる。笑っちゃう、そうそう、普通に初対面で。そうそう、じゃあ名前呼んで振り向いてもらいましょう。うん、トマさん、はい、じゃあお願いします。すいません、いいですか。いや、でも、でもまあ今までで一番いい。おしゃれ。あれ、ちょっと巻いてるのいいっすね。はい、これってなくせないですか。いや、まあ、でも遠目で見たかわかんないですよ。あ、切ればいい。はい、王子さん来てもらいましょう。これの方が、これ絶対いいっすよ。これ、今まで全然。確かに。はい、ルイっぽい。これでハットかぶっとけば。超いいっすよ、これ。芸術家っすよ。確かに。これは。だって、芸術家で言ったら。そうっすよ。あ、でもいい。マジでいいっすよ。ちょっと、普通にこっち向いてください。あ、でも。いや、全然、いや、俺全然これは笑えない。確かに。いや、ちょっと、あれがグレーが広すぎます。グレーが、グレーが一番おもろかったやっぱ。はい。いや、つけて正解だった。これいくらですか?12,000円。うわ、まあ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 。え、だって、僕、羽織とかだったら、全然、ハットとあれさえ買えれば多分いけるっすよ、もう。あと。ガチでこれめっちゃいいと思います。正直。これでいきますか。素敵な大事な雑感なんで。必須アイテムですよ、これは。これにしましょう。いきましょう、いきましょう。これください。こっちで貼り付けてください。わかりました。13,200円。ちょっと46,429。ああ、全然余裕だわ、これ。ありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃ重たいぞ。めっちゃうまそう。行きましょう、今度。これこれイカリンが入ってるしかめっちゃ好きなんですよ。塩辛いやつ安いや。これとかもやばい。言ってる場合じゃないですよ。はい、買い物をしてきました。合計で今3万使いましたね。あと7万残ってます。まあ行って7万あるんで、まあ、ちょっと荷物でかいんで一旦拠点に荷物置きに行って、そっからまた別のところ向かいたいと思います。
でもだいぶ方向性はもう見えてますねこれ。まあそうですね、もう固まってきましたね。いやこれでもね、難しいところなのが、本気でかっこいいとこ狙いすぎて負けてるっていうのが一番ダサいじゃないですか。うん、確かに。それは避けたいじゃないですか、正直。ユーモアもありながら勝ちも狙えるっていう、その勝ち筋。阿久津さん多分ね、パワーってやつ好きなんで。そうっすよね。阿久津さんのツボを押さえるかどうかがポイントだと思ってますよ、正直。審査員。うん、確かに。だから俺らからしたら前さんの髪型がおかしかったら面白いけど、阿久津さんそこまでハマってないと思います。相馬さんが異常になんか前さんツボなだけで、実際阿久津さんが前さんの笑ってるのあんま見たことないんじゃない。って考えたらそんなハマってない説あるんですよ。確かに。あとはまあ最初のインパクトですよね。登場した時のインパクトで勝ちたいですね。あの髪型いいですけどね、こう横に広がって縦に広がってるから3本パンパンパンなんで。はい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 。あのアニメとかでよくそうそうアニメとかでね、まあ、それだったらもうガチガチにすればいいね。結構すぐできる。何をどこで攻めるんですか。どう攻めるかっすよね。まあ、でもせっかく名人の髪色ピンクなんで、このなんか葉っぱでそこら辺まで行って名人の頭に花咲いてるみたいな感じでもいいですよね。それいいかも。それしましょう。だって名人の持ち味を生かしながらの芸術だ。そうですね。それが一番いいと思う。それだったらなんか服装も花柄の服装とかしよって見えるかもしれないですよね。うん、確かに。全身タイツとかだとちょっと受け狙いすぎてるかも。そうなんですよ。ガチでおしゃれな、なんか花柄の服でもう花をイメージしてやります。ラフレシアみたいな、ね、そうラフレシアみたいな感じで。ありっす。笑いだけじゃなくてちゃんとおしゃれなテーマがもうある。確かに。どっちにも触れる方がいいですもんね。はい。フラワーボーイ M っていうタイトルで。あとあれ欲しいですね、髪の目のゴム。髪の毛にこれくくりつけたらできるじゃないですか。はいはい、美容師おるんでかいですね。もう半分ずるしかない。まあでも向こうもお店行ってるんで。確かに。こうくくっていって編み込んだような感じで、そこに全部花が刺さってるみたいな。あ、いけます。土台作ればいいです。かっこいいですね。はい、いけるいける。かっこいい感じしますね、それで。あと針金とかも買っとけと、縦とかに髪の毛伸ばせる。完成図が出来上がってきた。結構いい感じだったんです。もう名人が巨大植物になればいいんですよね。絶対毒あるもんな。ここら辺にあの村上隆のフラワーを置いときます。いやそれはマジですごいな。俺の家ありますよ、確か。確かに。ちっちゃいやつ。同じいいサイズのやつあるし、ね。うん、ありますあります。楽しみやな、相手のやつ見るのも。めっちゃ普通そうっすね、やっぱ。いやでも相馬さんいるからね、多分洋服とかをビリビリに破ってくると思うんですよ、僕は。なんか前さんがそこまでオッケーしなさそうっていうの俺のなんか予想。髪型いじるのは結構嫌がりそう。もみあげちょっと切るだけですっげえ嫌がるもんな。あの短い髪の毛でやるってなってもう刈るしかないですよ。刈るしかないです。絶対俺それ嫌がると思う。てか坊主したからって勝てる話でもないし、うん、もらったな、これは。俺らはだからフッチのラウンウェイ歩けるぐらいのレベルに持っていきたいですね。はい、じゃあ次衣装 H&M で買おうかなと。行ったことないかもしれないです、H&M 俺。まあ確かに、光くんのイメージじゃない。あ、でもいい感じのやつあるやん、なんか春っぽい。海外からのあれなんで、派手なやつあるっすよ。じゃあちょっとここ行っていきたいと思います。マスター、オーシャン。オーシャン。おー、行きます。原宿店6階です。これはもう庭でしょ。庭ですね。なんなら今日の朝も来ました。確かに。俺思った、あれ、オーシャンの生活できてるな昨日の朝も。俺も今日ビキニに濡らしてるのかな。普通に家よりもいるぐらいの感じ。そうですね、もう一回ね、セットされちゃうと自分でね、できなくなるんですよね。結構自信あったんですよ、僕自分でセット折れますね、一瞬で。ああ。レベルです。水準が高いですよ、もう一人で。一人一人戦闘力が。もう全員サイヤ人ですよ、だから。アシスタントの人はめっちゃセットうまい。なんか人だったら髪の毛切ってくれる人がセットしてくれる。確かに確かに。俺いつもアシスタントの人にセットしてもらったんですけど、もう全然レベル違うんですよ。それだけでもうまいんだ。そうそうそう。今はできないけど。まあまあまあ、できないことないですけどね。オーシャナできますよ、絶対。でも、できないだろ。とりあえずウィッグを買ってきてるんで、そうなんですよ。それを一回かぶって、ちょっとそれ整えてもらった感じが変わりました。運営の朝セットしてくれた早見さん。早見さん、よろしくお願いします。お願いします。本当にこれからお世話になります。そうなんですか。プライベートオーシャン。え、なんでそのみんなそんな顔で見るの。いいでしょ。オーシャンなら相馬さんでもかっこよくしてくれますか。相馬さんでもってでもって完全に言ったの。確かにそういうキャラじゃないですか。まあまあ、そう、確かにね。だから素材本来にもっといい調味料。ああ、確かにね。美味しくなります。いただきます。いただきます。食べるんすか。美味しくされて食べられる最終的にね。じゃあちょっとシャンプーから。はい、行きましょう。お願いします。はい、うちの兄貴を。お願いします。もうモテ遊んじゃってください。お願いします。はい、ということでドッグの方がですね、まだ開いてなかったので、まあ時間もそんなにカツカツじゃないので、シラさんというね、大シラさんにめっちゃ任せてくれるんですけど、行ってちょっと多分店内多分難しそうなんで、選んでいい感じのやつを買っていきたいと思います。買ってきました。帽子がいいわ。ちょうどもう天気も確かに確かに悪いんでね。天気眩しい。ちょっと眩しいですね。あ、すいません。優しい優しい。すいません。かっこいいかっこいい。でも結構いい帽子買いましたよね。そうですよ。これでなんと9700円で。うわ、めっちゃいい。はい、かなりいいリーズナブル。いいね。はい。おしゃれだし。完全ルイに寄せてってる感じ。もうルイだね。ルイですね。だから服装もルイに寄せた方がいいね。確かにそうですね。イカレルイみたいな。なるほどなるほど。じゃあなんかのアートをやってるでしょみたいな感じで出ます、これで。これイケる気がするわ。じゃあ前さんに行きましょう。一回行きましょう。行きましょう。
痛くないですか？あ、全然痛くないです。よろしくお願いします。お願いします。しまないお願いします。お願いします。対決を今してて、芸術家っぽいやつにしてたら勝ちみたいな。はい、お願いします。すいません、ありがとうございます。うわ、すごい。山崎さんです。あ、お願いします。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 君子さんみたいな。あ、本当だね。ちょっとそのニヤつき用だけ見たいな。島さん、ちなみに僕のコスプレの今までの美行もう全部来てくれてるんで。いや、そうなんです。そうっす。まあ、専門みたいな。普通はやらないですけど、普通なんで営業では。はい、帽子は買ってきたんで。確かに、これは似合うだろうという。切ったらちょっとつけたいね。なんか自信のない顔嫌だわ。まずさ、ロケバスを超えてきちゃいけないから。そうそう、まず俺を超えてきてほしい。ロケバス超え。やっぱり王者になってるね、やっぱりロケマさんに勝てるかどうか。はい、服揃ってもうどうで買うものがなかったんでちょっと時間余ったんで腹ごしらえしたいと思います。だいぶ余力ありますね。まあ逆にパフォーマンス落ちちゃって困るんで、ここは一旦とりあえず飯食ってちょっと時間がめっちゃ余ってるんですよ。確かに確かに。また向こうは多分いろいろ髪の毛染めたりとかで時間かかると思うんで、こっちそういうのないから本来の素材を生かした状態で俺らは料理するんで、ね、まあじゃあそば行きましょうか。そば行きましょう、はい、めっちゃうまいですよ。うわ、うまそう。そば、ヘキシャンそばちゃんヘギなんですか？ヘギそばです。ヘギそば、すげえな。ヘギそば&ミニうな丼セット。ヘギそばを並一つです。うな丼セットもう一個ください。あとこの白桃のジュースお願いします。以上でいいですか？はい、はい、あとはこのイメージしてるやつを本当具現化できるかですね。確かに。もうそこにかかってますね。それ失敗したら絶対負けますね。もうその笹木さんにかかってますね。任せてください。僕がやれることやったんで終わり。まあでもあの登場する時の名人のポーズも重要ですからね。いかに阿久津さんを驚かせれるか、うわっって思わせたらガチですもんね。大現象じゃないですか。最初で勝ち負け決まるじゃないですか、はい、うわっもうこれこっちの勝ちみたいになると思う。より大きく見せた方がいいんで、やっぱ手は伸ばして登場してほしいです。確かに自分が気になる。そうです、そういうこと。本気で勝ちに行くんでね。飯食いながらも勝っちゃうっていうのが僕ららしいじゃないですか。これで勝てたらもう最高ですよ。うまそうですよこれ。やばいでしょ。いただきます。カニ食い入り怖い。あーうまっ。やばいな。桃負けてももうこれ効果はないです。桃のパワーすごすぎるじゃん。うますぎでしょこれマジ。素材が前さんだね。多少ないっすよ。マイスなんで。マイスつけた時点でも芸術と言わないですから。そもそもが。まあそれ半分逃げっすよね。素材でも違うんです。それ言ってほしいな。口で勝てそう。やる前にね。登場する前に言ったらもう無理かもしれない。そうそう、マイスさん芸術で無理じゃないですか。無理。何があったところで天と地がひっくり返ったところでパリコレ歩けないですからマイスさんが。マイスさん薄いっすからね。薄いんですよ。薄塩味。向こうもだから僕ら見た時にうえってなる可能性もあるっすもんね。びっくりする可能性あるんですよ。絶対ないです。ホームセンターって発想がないと思うんで、多分髪型とかでくるっとしか思ってないと思うんですよ、うん、僕ら光りますからね。発光するんで。盆栽みたいな丸のやつとヘッドライトがうまく噛み合った時結構僕ら力がしますけどね。インパクトがやばいんで。これめっちゃうまいやん。ヘッドソファもめっちゃうまいです。これ新潟っすか？新潟っす。佐々木さんもこれよく食ってきたんですか？はい、新潟料理って書いてある。のっぺっていうのが新潟お正月全部食べるんですよ。違うんですか普通のそば？いや違うんすね。コシがめっちゃあるんですよ。色が違うもんな。よもぎみたいな色してます。いただきます。僕らそば食べるって言ったらこの色でしたけどですね。ああ。うまっ。そんな食うんですか？いやみんなセットでそばついてると思ってなかったらみんなで食えるかなと思ってでもそのファミリー用みたいにしたんですけど、みんなそばついてるんやと思って。うな丼だけ頼んだから。やばいっすね。それだけも大食いじゃないでもマジでペロッといけんすよ。ちょっとなんかコシがあるっていうか、ね、弾力があるっていうんですか、はい、うまっ。うな丼もやばそうやんかな。うまっ。うな丼やばい。うまっ。買ったな、これは。全てを満たした状態で固まってたんで、はい、やっぱ空腹の状態で戦えないじゃないですか、うん、集中力をかけますからね。やっぱね、向こうは多分人任せだと思うんですよ、こういうのもなんですけど、うん、確かにプロに任せて、自分たちの力をほとんど使わずに勝とうとしてると思ってうんですよ。俺らは自分たちの力だけで作り上げるんで、この勝負取っときたいな。はい、食べ終わりました。ちょっと食いすぎましたね。そうですね、ちょっと動きたくないですねきついですね、お前も行くと。はい、帰って普通につまぐらした。食べ過ぎました。まあ、ここだけの話なんですけど、はい、この後の撮影大食いなんですよね
まあ5時間ぐらいですか。5時間ぐらい多いんですけど食べちゃいましたね次俺と名人も一応チームだと負けやな。まあここから本番ですから、じゃあちょっと戻って仕上げていきますか。やっぱね、内面から入ってほしいからね、ちゃんと。もう本3冊ぐらい出して、なんなら1個賞もらってるぐらいの。芥川賞。そうそう。確かに確かに。だからもう毎朝発表の時はもうなんかもうなりきらない。そうそうそう。まあ、いい感じ、いい感じ、この顔割りに戻ると。え、坊主にした方がやりやすかったら坊主しますよ。坊主はしやすかったら大丈夫です。大丈夫じゃない。めっちゃいいわ。いやマジいいっすよ。かっこいい。あの顔がなんかもっと柔らかくいきましょう。なんかその緊張してる。なんかその顔顔がパンピーなんですよね。一回自分で言った方がいいんじゃないですか。俺は天才だって。俺は天才。ちょっと言っててください。定期的に。そうそう言ってください。何かの語尾に。俺は天才。好きな食べ物は何ですか。天才。好きな食べ物は何ですか。天才。いやでもこれいいですね。そのキャラ。特技は何ですか。あ、まあ、いい先生、入り込んで入り込んで。いや、いい、いい。いろんな歴史的な偉人がいるじゃないですか、はい、一番天才って誰だと思います。おお。内面だからアートって俺らがいくら上辺で作ろうってもやっぱ中身がね、アートじゃないと。そうですよね。だから多分相手チームが質問とかしてきた時に全部その天才っぽい回答とか、うん、コーティングだっただけじゃないですか。そうそうそう、僕らも中から勝ちの芸術家になったんで。 そうそうそう、そこは評価されると思う。そうそう、そこ大事だと思う切れ味で見るとか作れたりします。つけてみるのはありか。一瞬のこと面白くなっちゃっただけ。絶対ない方がいい。メイクの姿余計ない方がいいと思うんですよ。まあなんかありかな。みんなもやっぱすごいいいって言ってる。一回も聞いてないですよ、ね。いや、いいって言ってるもん、メイク。いいですよね。かなりめっちゃ良くなったっすね。でもまあ確かに最初より全然、うん、これもちょっとバンドのイメージでしょ。確かに確かに見えないですよ。気に入ってきてるちょっと。鬱陶しいのだけ覗けば全然かき分けたりする仕草です。おーいい、おーいい。あーそっちもね。そっちもいけるのね。いけますね。あーいい、ベールシメント。ほんとやベールシメント。ガチのベイリストみたい。いきますよ。海外で活躍してる。はい、まあ上手。あ、こんなもんでいいじゃないですか。ほらよくやった。おーおーおー、すごい。あー全然違う、全然いい、全然いい、全然いい。あったもんね。この道の人にしか見えない。この道の人と常連ね。文豪っすよね。自分で言い始めた。え、人生初ネイルですか。初ネイル。どうですか、気持ちは。いや、でもなんか不思議な感覚ですね。嫌ではない。嫌ではないですけど、まあ、違和感はやっぱあるっすよ。学生さんって結構、ちょっと分かりやすく派手な方がすごいって言って、変数くれそうなんで。確かに。いい、そういう感じっすよ、いい感じ。ポイントはこれ確実に上がりました。手先までのこだわりは派手だと思う。いや、確かに。あ、爪まで塗ってんだ。そこまでやっちゃうんだ。奈良さん真似してくださ。すごいネイルもね、やってて。すごい。奈良さんもちょっと、ちょっと面白いじゃないなってなってきてます。まあ、ちょっとなってきてます。ちょっとなんか、奈良さんかっこいいかもなってます。はい。そこです。なるほど。そこです。です僕らが目指してます。そこです。面白いとかね。年間入らず。期待しかしてないね。ほんまに期待にしなくていいかもしれない。期待の方が濃いと思う。逆にね。アートってやっぱさ、そのまんまって大事っすよね。良さを残しつつってプレゼンに行きますよね。そうそうそう。確かにな。できたんですけど、みたいな。前さんの良さは一人なくなっちゃう。良さってあるから。言いましたからプレゼンの時に。これ直接寄付してるのが、あっちのトーク力高いじゃん。だからプレゼンしたら全部へし折られるって可能性あるから、逆に喋らない方がいい。無駄なこと言うと、無駄なこと言うと全部なんか逆にカウンターで返される可能性あるから。確かに確かに。感じてくださいっていうだけの方がいいかもしれない。感じられないんですか。そう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 。マイスさんが会うと、あ、感じられないんだ。さらっと言ったら、なるほどね。これなんかもう雰囲気で圧倒できそうですよね。そうっすね。俺も勝ちそうな感じ。自信しかない。何人払ってんすか。うん、あれまんま最後最後としての名人さんどうなってるやろな。気になるもんね。なぜにポーズとかで来られたら死ぬ。それはないと思うんですけど。ないっすよね。さすがに。あ、でもこっちはオーシャンパワーで。そうっすよ。吹っ飛ばしてみましょう。バケモン取るの70点。スター軍団でしょ。スター軍団。スター軍団。まずあれオーシャンだから、あれってバケモン取られて。才能の塊って言ってたもんね。しょうがないだろ。それ以上言わないで。それ以上言わないで。何でやってくれよ。ただ綺麗になってお前さん、めっちゃ。確かに。
めっちゃ綺麗。本当だ。下地でこれってやばいですね。可能性しかない。可能性しかない。可能性しかない。お前乗れない。下地これあのメイクセット全部で4万したんで。あのこれ使えばめっちゃいいやつですよマジで。めっちゃ白かった。本当。でもまあ。それいい感じ。はい。真っ白にしてたんで。やっぱちょっと芸術家の人で結構思って作業するんですから。日に当たってないんで白いイメージ。そうそう。でも肌荒れもゼロ。あ、わかる。めちゃめちゃいい感じ。なんか俺想像してたのそんな感じだもん。いいっすね。いいよね、いいよね。なんか眉毛全部剃っちゃいますよね。いや、全部剃っちゃいますよ。どういうことなんですか、それ。まあまあ、まあ、影もいいですからね。影もいいしね。え、なんか眉毛剃ったらちょっとアートみたいなことないですか。言うともないっすよ、俺の中では。もうめっちゃいい。なんかすげえ本当に芸術家っぽい。そうっすかね。うん、いいわ。これはこうやってウィッグっぽくなってするのはやっぱ誰のおかげですから。柴崎さんこれやばいっすよ。なんとかしてほしいっす、これで。ミスってもいいね。あれすごい無茶ぶりです。最悪、前さんがなんとかするんで、最後。どういうこと？何もできないですよ。一旦口行きますよ。あー、いい、いい。あー、ほんと、ほんとほんのりの。修正感が出ましたね。本社の全体にも変わってます。すごい。こんな前さんのリピ気にする人いないもん。これ勝たないと思う。チャレにならないそうですね、そうだね。勝たないとダメですよ、前さん。マジでプロの人たちがこんなやってくれてて負けたらもう前さんのせいでしかないですよ。前のせいですよ、それは。前さん、前さん、自信ですよ。自信です。ちゃんと思ってください、前さん。誰が天才ですか。俺です。そうですよ。すごいよ。かわいい。やめてもいいですよ。ああ、でもいい。ああ、ありだ。目開けたら全然良かったっす。まさか可愛かったっす。ああ、ありだ、ありだ。いいっすね、いいっすね。こっち隠してる。あ、でも原始だよ。原始だよ。美術館飾ってそうだな、こういう写真。写真だけ一回撮っていいですか。もう見てください。ガルトウィンプスのキャビシャとかでありそうっすね。わかる。これめっちゃこれかっこいいっすよ、これ。これいい、これいい、これぐらいでいいんじゃないですか。ナチュラルですね。はい、これを両目でいきましょう。ええ、ええ、ヘキソバ食べてる余裕じゃないですか。ヘキソバ食ってるんですか。俺らもあれ乗せますよ、ファミチキバーグ。え、なんで。え、じゃあもう終わってるってこと。終わってる、終わってるわ。いや、これ勝てるっすよ。舐めてるわ。俺らも舐め返しましょう。舐め返しましょう。舐め返しましょう。取りたい。なんでそんな余裕なんだろう。あんまもしかしたら変化してないかもしれないですよ。それがめちゃくちゃ早かったから。でこっちの方が洗練されてるはずなんだ。確かに。あとやっぱその前さんさっき言ったのは白髪のロン毛でも笑いもこっちの方取ってるから。そうっすね。基本的にはこっちの方が面白くなったんだけど。いやでも絶対メイクもこんなにやって、メイクもやって。時間こんなかかるんだよ。そうっすよ。店行く行ってないっすよ。何をしたんだよ。はい、帰ってきたんで、あとはここから仕上げていくだけですね。それじゃあまず名人服が着替えた方がいい。そうですね。あ、これもお披露目初ですもんね。そうですね。今回テーマはフラワーなんで、服からフラワーっぽい感じ。かわいい。しかも一応でも使える、うん、無駄にならない服を買いました。あ、サンダルね。一旦とりあえず着替えます。はい、こんな感じで。もう本当に自然感で出てる。普通にバカンス楽しんでそうだけどね。でもこのフラミンゴと色が合ってるね。結構いいんですよ。ここからちょっと本格的に仕上げていきましょう。確かに。はい、カメラここに固定してやっていきましょうか。うわ、こういうパターン。切った方がいいですね、これ。切って、ある種貼り付けていくっていう感じですよね。こちら巻いたらどうなるの。おー、でも、もうおしゃれだけど。おしゃれ。なんかギリースーツみたいな。いるいるいる。すごいだろ。一回 LED とかも出しちゃいます。意外に時間ないから。1時間です。意外っすね。そば食ったら余裕なかった感じ。いそう。おー、いいぞ。おー、これはいい。だからこれを植物とさらに掛け合わせて隠しながら光ってるとですね。お、めっちゃいいな。ポイントで花を刺して。そうですね。まあ、胴体どうするかですね、これ。そうですね。前と後ろで変えますね。前はこれだけ、後ろは葉っぱマントみたいな感じ。というか、それだったらもう背負ったらいいですよ、手入れて。確かに。あ、これでいいですか。ここで切る。でもおしゃれですけどね。いや、なんかいい感じだった。うん、ごちゃごちゃしすぎない感じで。そうですね、そうですね。うまく全部やりすぎるとこれ結構、結局ぐちゃぐちゃになるんですよ。まさにアートしてますよね、これ。テレビチャンピオンみたいな。うん、こんな既製品には絶対負けたくない。もう完全にオリジナルです。いいよ、満足できた。めっちゃいいけど、普通にかっこいいですよ。これで腕で折りそうって。あ、どうも。いいいい。見えてきても満足で、足元も草は多分いいから、足元もちょっとでかい方がバレンシアガみたいな感じで、でかめの足元。確かに。
できた。チクチクしてる。もう出かけますよ。いやでも行けんことはないですけど。いややばいですよマジで。ただめっちゃ痛いでしょ。チクチクする。もうちょっとでかくして。そうですね。まあ、時間あるんで、はい。この感じでじゃあこの感じですね。でかいとないです。でもあんなでかすぎない方がいいですもんね。この感じで。これめっちゃでかいですよ。それかっこいいですよ。これ股間の方がいいですよ。これ股間の方がいいですよ。これ絶対こっちだ。股間の方が重いな。急激な笑いをする。股間めっちゃいいですよね。めっちゃいいです。厚さ人工してるの、股間つけよう。これで、赤の方をこれで切ってんじゃん。それが逆にこれ肌をこの中に入れとくっていう。あ、これ刺したいんじゃん、ここに。これをこう、すごい、刺したらこうやって、ほら、カナあり勝てそうっすね。面白いですよ、これ絶対。いい、かわいい。めっちゃいいじゃん。なんか、森の妖精みたいな。結構めっちゃいいっす。ズボンの中で光ってた。これ頭乗せてるだけでマジイラつ感すごいっすよ。おおおみたいな。ようパンマン。そうっすよ。お花畑のドンっていう感じっすよ。めっちゃかっこいい。めっちゃ強そう。これで LG 巻いてるっすよね。この時点でも買った気するけど、ね、これマジ結構熱いっすよ。たもんな、これ1回つけたもんしません。この土台が、土台がつけたもんしません。そうしましょう。じゃあここからはね、ネタバレになっちゃうと思うんで、名人がどう編集するのかは本番まで、お待ちください。かわいい、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 好きな人がいると思って名人。やばい。どういうことですか。やばい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 。いやいや、意味わかんないって。小麦取ってるだけですよ、周りの。でも、そもそもだけは、ちょっと後遺症のことで。なんか、おー、すげえ、これは勝てるぞ。じゃ抜けましょう。これも、はい。おー、すげえ。おあ、役者みたいなやつだ。いや、いい、いい。うわ、すげえ。かっこいいもん。かっけえ。真っ黒だ。まだちょっとイケメンになってるもんな。何も持っていても、ちょっと、クレーティングもいけるかも。いや、おかしい。確かにね、音楽流して。俺らが、まさかおつこいな。右政治止まらないですよ、本当よ。あ、あるじゃないですか、ほら、これね。やっぱね、顔小さい、スタイルいいから、似合うんですよ。あ、いい、いい、いい。かっけえ、マジで。え、なんかギターもやってそうじゃない。確かに、確かに。あ、でもかっこいいベックの時の水島ヒロみたいな。あ、はい、すごい、たたしそうな。いいのかな。お願いします。お願いします。おお、マジか。耳かけエロくない？エロですね。赤西ジーン。赤西ジーン。え、いやでもすげえ。かっこいいっすよ。かっこいいすぎて笑っちゃうっすよね。でもこれ勝てるっすよ。勝てる、勝てる。俺は勝てる。下からこう。テレテテテ。マジでかっこいい。前さん、こっち向いてください。前さんタンクトップすげえ。今これ見て、見て、見てください。これガチかっこいいですよ。ガチかっこいい。え、これでちょっとロケバスが横並んでください。かっこいい、かっこいい。対談じゃないですか、アーティストの。アーティストの対談。音楽はレゲエ VS ロック。そうっす、音楽雑誌の表紙っすよ、これ。前さん負けた感じすごいっす。いや、すごい。一回ちょっと前さん、ここにやって、で、こここうやって、で、こうやって、で、ポーポーってやってもらってた。そう、前に。で、股間に当ててください、持って。手を股間に当ててください、持って。で、こっち向いてください。目線だけ、目線だけ。で、ポーって。元です。
来たマイケル来たよマイケル来たよマイケル来たよ遊んでんすよ、ね、いやこれでマジかっこいいっすよ、ね、いや本当にかっこいいっすかっこいいっすよね本当にかっこいいっすこれはかっこいいっすよ大成功じゃないいやいやこうじゃん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 すごいマジですごいっすよすごいっすちょっとじゃあ速攻でちょっと服買いますか、はい、行きましょう行きましょういややばいっすこれこれいいっしょドンプ確かに値段確かにそうっすねメカのシャツいます完全バンドマンになりそうじゃないあー確かにこういうシャツでこれ1枚で決めちゃうとか確かに胸元めっちゃ開けて派手さがないよねちょっとねなんか黒で統一しちゃうのかっていうのを、ね、確かにもうちょっと見ましょうでもここでも結構さぴったりじゃないな確かに完璧ですね完璧やねえこの半分のやつかめっちゃ良くないですかああ確かにあまあまあありっすねめっちゃいいっすよあかっこいいかっこいいあ1万1000円なんて全然下も買えるし逆に緑いっちゃうのもありっすけどお前そもそもだったら絶対欲しいだろ来てほしいだけじゃんそのロケバさんのやつ感あるよねあなるほどセットアップに合わせたらね短パンっていうよりは絶対長ズボン長ズボンかな、うん、あでもこっちも派ですねそうそうこれ片方半分のこれめっちゃいいと思うんですけど俺白もいいね白もいいですよね確かにしかも中タンクトップ黒なんで、うん、おお黒の方がいいですね黒の方がいいか、うん、なんかちょっとバンドマン感出るっすねそうだねそうだねなんか大物感欲しいですねやっぱ確かにねあーかっこいいこれだおおめっちゃいいえ超いいいくらなんですかそもそも1万3000円あいいめっちゃいいえこれめっちゃいいぞオーラやばいですよ確かに SG っすよこういう、もう浅野のパンツちょっと履いちゃってもいいかもしれない確かにあー確かに確かにこれいきましょうこれそれかパンツの色だけ変えるとか黒じゃない色変えるのもめっちゃありだと思うありですよねこれのさ、青いっちゃうのも結構な確かに確かにワンポイント入れるってことですねワンポイントちょっとはしゃいじゃうのもめっちゃしかも履きやすそうでめっちゃ良くないですか確かに普通に良さそうこれいいっすよねこれサルエルはいくらなんですか1万800円あ、いけますいけるいけるいける全然いける全然なんでもサンダルもいけちゃうんじゃないそうサンダルいいっすねサンダルもいけちゃう確かに足元までこだわっちゃうっていううん、それねあ、いいかもやべえやべえやべえあ、いいいいあ、いやべえ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 いいえ、かっこよくないですかほらめっちゃかっこいいめっちゃかっこいいこれいいなでも前さんもう顔入ってますもんもうモードに1万1000円でズボンも1万1000円ですよねまあなんとか安くなればなぁなんとか安くなればいいんだけどまあまあ今俺3万6000円あるんで靴以外は 10% オフできるうわってことは全然足りるっすよ計算してもらう残りいくらだっけこれ3万6000円3万6000円あれば 10% ですか 10% オフまではあーそうするとトモさんトモさんの力がそうですねでもこれ本当にすごいチャンネルなんですよこれ宣伝したい服屋がいっぱいいるのかでも一旦計算してみてまあ だから足りるっすよ2つだと22,000で3ダル合わせると3ダル合わせると14,300円なので36,300円36,300円ですか全部今何もしたはいあマジギリあるマジでぴったり説あるね36,000円、うん、うわ小銭あるんですよちょっとえほらえまさかのえあこれはいったいったちょうどっす残りで300円ですよね残り300、400、あ、320すごい12円おぉ、じゃあ12円残しはいあ、違います、残り312円おぉ、すげえ。サンダル履いてみますかっこいい、マイさんかっこいいマイさんって誰もこのマイさん、ほら誰ちょっと、後ろから歩いて誰ってなるの誰おぉあ、いい指長いっすね、マイさん、足のえ、マジで指長いっすねあ、長いかもしれないめっちゃ長いっすよこんな俺足の指長いっすよ待って俺そこびっくりしてんすけどいや俺マジで見てますよすごい、こんな長いっすよ足がでかいというか指が長い足の指長くないっすかいやいやいや長くないっすいやそうです気にしたらなかったいやいやいやめっちゃ長いっすよそこもまだポイントっすねどこまでおもろいポイント持ってるすごいなえあ、600円なんです674円あと312円しかないですねえなんとかなんないっすか地味に足りないっすねなんとかなんないっすか600円でなんとかなんとかなんないっすかじゃあ、ちょっと待ってあら、すいません3万6600円で大丈夫ですかありがとうございますありがとうございますすいませんすげえここ使い切ったっていうこれ12円ってやばくないこれもう負ける未来見えないもん、うん、これで負けるって意味わからんもん、ね、でも負けるってなったらパスするっすよね見た瞬間に、確かに、うん、でも相当やべえことしてるっていうだってもう多分相手がその洋服とか軽いものじゃ多分これは覆せないですよ、うん、見た目だけ変えて、ね、そう全部いきましたからね確かに ありがとうございます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 じゃあ行きましょうありがとうございましたありがとうございますありがとうございます
はい、お互いの作品が完成したということで、はい、はい、でも先行後攻すごい大事なんで、いや、そうですよ、大事ですよ、マジで大事です、マジで大事、僕はじゃんけんで、じゃあ勝った方が、あと、負けた方が先にしました、そうそうそう、じゃあ、のんきにそばって言ってたんですけど、あー、確かに確かに、まあまあ、余裕やから、やっぱアートって、やっぱ最初、お腹を満たすことからスタートね、あ、そういうことね、めちゃめちゃ早かったのかなと思って、確かに、まあ一瞬でしたよ、僕らもフル尺の、そう、もう結構時間やばいんじゃないかみたいな、カツカツやったっすよ、俺らは一瞬で切りましたよ、じゃちょっと、じゃあお願いします、ミキさん、じゃんけん、ほい、はい、こっちょ、わーい、じゃあこっちは先行で、いやー、よし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 、俺はどうみたいな、そう、それ大事、これ大事、で、審査員は阿久津さんで、阿久津さんがいいと判断した方が勝ちと、はい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 、これはもう覆しようがない、阿久津さんの芸術点ですね、阿久津さんの芸術点だね、僕らが全員がもし仮に A やと言って、そしてもう阿久津さんが B って言ったら B、 まあ確かにそこはもう知らない、それはもう揺るぎない、もう平なんです、はい、じゃあもう阿久津さん大丈夫ですか、読んでも、楽しいです、楽しい、だよ、阿久津さんも知ってるような感じの、知らない、おかしいじゃん、それは俺らはもうニヤニヤ止まんないですよ、そうですよ、ね、そう、もう余裕すぎて、はい、自信がすごくて、自信はね、はいはい、僕らの作品お願いします、お願いします、はい、お願いします、ちょっとじゃあ一旦後ろに戻ってまいりますよ、うわぁ、やばいな、名人、はい、じゃあ視聴者の皆さん、こちらが僕らの作品です、え、何やマジでやりたい、今日勝ちでしょ、え、え、それはじゃあ、皆さん、振り返ってみてください、どうぞ、えぇ、そうきたか、え、猫舌のお母さん、いつもありがとう、来た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 、メイジ、メイジ、一瞬、メイジ、一瞬して、後ろも後ろも、いや、これ芸術かいや、これはでもテーマがあるでしょ、花の国から来たフラワー王子 M なんですよ、はいはいはい、高校生も自分できるんですよ、なるほど、こんにちは、いや、もうちょっとこの店行ったらこうなるんですよ、何を買ったらこうなるんですよ、買ってきたんだよ、このもしもしもしもすごい笑顔、すごい、楽しそう、楽しそう、楽しそう、お花の国から来た、まあまあ、楽しそうです、楽しそう、まあ、あれはね、すごいテイスト違くていい、確かに、全然違う、まあまあ、まあ、なんかどちらかというと、まあ、ほんと作品、確かに、そうそうそう、アーティスト、そう、まあ、作る側なんで、はい、それは作る側で、これを作って、そんな人、俺たちが見せる側も入ってます、うん、でも実際、こっちはプロの力関係ない、あれあれ、そういう自分たちの力で作品を作ったんじゃなくて、プロに依頼して指示するだけになってない、はい、指示する、そういう方法たちが一個一個選んで、大丈夫、予約しない、どっか予約しない、予約しないし、予約しないし、もう前さんがもう前のめりで、そうそうそう、これ買ったやろ、これ買ったやろって言って負けようがない、負けようがない、顔つけつけた、なんか僕ら普段接してる前さんじゃないですよ、そうそう、時に言うんですよ、だって前さんちょっと視界室でちょっとこっち笑い声が聞こえたんですよ、そしたら、あいつはふざけてんやろ、こっちガチやから勝てるからね、勝てるからっていう気持ち、もう余裕でしょ、もうレベル違うんですよ、レベル違うって、じゃあ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 、呼びますね、じゃあ、じゃあ、前田さん、前田さん、マジで、前田さん、マジっすよ、あ、そうなんですよ、最終チェック今してるんで、ちょっと一回、ここで、もういつでも行けるんですけど、じゃあじゃあじゃあ来て呼びます、とりあえずじゃあ出てきてもらいましょう、はい、じゃあお願いします、ありがとうございます、これがパンですもういいなぁ、これは勝つでしょ、これは勝つでしょ、はい、じゃあじゃあさすがにこちらを見てください、どうぞ、これはいけるでしょ、これいけるでしょ、これはもう見てくださいよ、見てください、しかもこれ指指見せてあげてください、ほらほらね、そしてこの目元ね、この目元、この色彩のあれ、なんか質問してみて、質問してみて、うん、なんか質問あります、気になるんだ、なんか質問してみて、あれなんか質問あるよ、質問ありますか、芸術何作ってる方なんですか、これは、なんかね、はい、天才っすテーマ、テーマ、テーマ、プリハル・ルイです、人のマネ、いや、マネっていうか、まあ、ジョニーデップ、そこの場合ってことだろ、プリハル・ルイとジョニーデップを合体させて、そうそうそう、そこの場合ってことだよ、結果、あさかが野田洋次郎っていうことだよ、マネ、そうそう、まあまあまあ、阿久津さんが決めることだから、そうですよね、芸術点、芸術点ね、ただね、これ見て、ここのあ、でもなんか2人セットみたいな、そうなんですね、作り手と作品、確かにその感じがする、いやいや、そう言っちゃってる時点で負けを認めとるのにしちゃう、いや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 、芸術家と芸術家組み合わせもどっちが芸術なんですか、いやいや、それはもう芸術、どっちも芸術なんですよ、そうなんですよ、それはアーティストやから、
抱かれたいかってなるとね。そうですね。どんどんデートしたい、デートしたいからね。デートしたいからね。じゃあ、おげつさん。花渡す。花渡すじゃん。あ、いいですね、いいですね。一言から花お願いします。はい。お願いします。だからね、そっちかって思っちゃったね、なんか最初から笑い取り組むのは分かっとったよ。笑いじゃん、これはもう作品やん。まあそういうことやな。そう、なんなんすか、このライブ。だから俺らはコスメ店に行ったじゃん。でもそういうのしなくていいね。そう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 、固定概念で捉われたから、もう僕してないもんね。僕は写真見出したホームセンター。なるほどね。結構しちゃうと、これちゃんと作ってるんです。こことかちゃんと切ったりとか、貼ったりとか、なんか図工みたいな感じ。本当だ、確かに、ね、全部作り物なんですよ。これでも全部これ作ってやったんですよ。でも名人今日一日それでもないこれでスシローってこれで撮れってことだよ。そういうことですよね。被写体とカメラマンってことですよ。これと相性めちゃくちゃいいよ。なんかかっこよくなっちゃったんですね。まあでも正直面白さで言ったら途中の白髪ロングの前さんが一番面白かった。マイケル・ジャクソンだからと思って。あーそうそう、最初ねそれができる、できるからの。ちゃんと練習してない。これやってるのかなんだな。練習してない。これやってるのかなんだな。じゃあ、アクサ決めてよね。みんなそうですよね。見て。ちなみにどっちが勝ちですか。ポーポーって言ってた。いや、もう全然。芸術アートってなんでやっぱそうなのさ。芸術ってネオンしてたから、最初に。そうですね。こっちだとおしゃれになんか走ってますもんね。走ってますね。確かに。こうね、どっちになりたいかって言ったらこっちですけど、爆発してますね、芸術。確かにね。すごい凝ってるし、パリコレでもいいんですよ、確かに。これ、こっち、あってこすんだ。これじゃん、これ、裏口です。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 だから、めっちゃ食べにくいですよ、これ、上に。わかって、座れないです。しょうがないですよ、しょうがない、しょうがない。これ、本当に買ってきたもの全部使いましたもんね。そうですね。いくらだったんですか、総額は。3、4万ぐらい。あー、だからそこだよね。この配送は誰に出したんですか。これが最初一発目にホームセンター行ったら面白いじゃないかな。そう、同じことしたら絵的に面白くないから。まあ確かにね、ホームセンター行ってみようってなって行って、顔だけ買って後佐々木さんに任せようって言って。あー、もう丸太に仕上げたんだよ。岡田さんが仕上げたんだよ。コスメで3、4万いきますからね。そうだね、本当のテレビ番組みたいな。そう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 。だんだん本当に自信がついていく前さ。でもこれメイク誰がしたんですか。オーシャンの人に。いや、やったことないって言ってたんですけど、もう画像見せて、ちょっとミスった目にちょっと程よいところでなんか褒めようみたいな感じで。かなりいい感じだった。確かにいい感じだね。マイケル・ジャクソンのコスプレしててもね。でもなんかやっぱこの服装とかもね、なんかいいしね。いいじゃん、いいじゃん。でもこれマジでマジでおもろかったらしいですね。確かに、でも絶対負けないなと思ってたよ、メジでいい人に。だから俺、今言ったじゃん、負けとしたらこっちなんや。多分普通にやってたら勝つんだけど、多分違う手段をやっぱね。そうですね。例えばその、普通に言ったら負けんと思ったんですよ。最初のインパクト勝負に行こうみたいな。あ、それは強いわ。超えてないもん、これ。だって高校、高校やったらもっと負けてたんですよ。下頃だったもう振りでしかなかった。危なかったですよ、ほんとに。嬉しいです、すっごい笑ってますね。確かに、嬉しそう。これで笑ってないもん、怖いね。メインは自分で写真撮ってましたからね。あー、珍しくね。すごいわ、でも。確かに。しかもほとんど何もしてないですよ。バックスも何もしてない。メイクも何もしてない。王子っていう設定なんで、バックス使わないっていう設定なんで。なるほど、設定があって、腹の国の王子。ちゃんとアクスさんにもね。そう、そこもね。ずるいな、ほんとに。これでも、あれですよ、これ10人しか乗ってないです。そうですよ、もう全部、頭からつま先までもう全部行きますから。全部、ちゃんと3つかさなんか、めっちゃ。俺普通に気に入ってたし、マイスさんも。めっちゃこっちは足の指長いですからね、めっちゃ。マイスさんの足の指長すぎて異常じゃない。これで爆笑するって。これおかしくない。めっちゃ長くないですか。私の小指くらい。いや、そうなの。やばいっすよ、マジで。これ、弟も気づかなかった。見ないですよ。確かにヒカル君も長かった。長いね。ヒカルも長い。長い。でもちょっと前さんの方がなんか形状的に前さんの方がね、直線なんだよね。そうなんですよ。楽しかったですけど。楽しかった。正直
まあ、あれが止まんなかったね、やっぱね。楽しくやりましたね。楽しくやりました。前さんがね、どんどん変わっていくのがすごい良かった、はい、本当に。だそういうドキュメンタリー見てるんで、そうです。そのいじめられっ子がどんどんその自信をつけていくっていう感じはあったんですよ。でも僕は予測してないんですよ。多分前さんを変えようと思ったら、いじめするしかないですそうやね。ちゃんと分かってるっすか。いや、でも良かったわ、すごい。いや、しかもやっぱこっちを超えてへん。あ、それはそうそう、これが強すぎて。これ超えられてるっすもん、完全に。どう考えても。もうメイジの勝負ですもん。確かに。で、これ歩いてるんで、外。この瞬間やばい。やばい。なんか、俺が多分これ出てきたとしても、これ負けてますから。頭が良かったら。確かにね。最後に。確かに確かに。これあるのは大体全然違う。これでも紐でつけてる。すごいね。そう、マジで手つけてる。執念。すごい嬉しそうなんだな、メイジ。いや、そう。マットね、これ。マット。マット。すごいわ。マット。え、これ、サスケさん作ったんですか？ LG。作りました。サスケさん、やべえっすね。どうやって作ったんすかこれ。すごいでしょ。針金すごい。カレーを切って、そう、パンとやっぱりカレーさん、ほんとに頭脳と何でもできるんだ。俺がだから買って、これこうしてほしいにって言ったら全部実現してもらって、すごいわ。見た瞬間にはもう買ったなと思った。あ、これ買ったなって。名人さんがやってるからおもろいんですよ。確かに。全部さ、名人しか無理ですよ。確かに無理だよ、この役。名人どの役やらせてるのは天才なんですよ。なんか、ちょっとピクミンみたいな。素材も強いし、素材もね、一番いいかもしれない。確かに確かに。これは無理だわ。これはちょっと負けだね。この負けだったな。いい体勢ですね。あ、本当ですか。そうです、別軸でよかったですね。確かに、いや、確かに、かぶりはしないです。一生勝ちだと思う。俺は元々だから、めちゃくちゃありました。今日ずっとこれでカメラ回せ。だってこの後みんな大食いするじゃないですか。お腹いっぱいになった後、前さん見たら多分相当ハンターしちゃった。確かにね。あの髪の毛はちょくちょくかき分けるのも腹が立つ。痛いっすね。怖いね。かかるから。これ10万でいけるよって思うぐらいになる。すごいですよね、変化は。服はもう高そうな。上から全部1万円ずつぐらいです。コスメが一番高すぎる。なんかだからね、女性はやっぱ大変だなと思った。そうですね。やっぱ相馬さんがモデルになってくるかと思って。ああ、芸術で勝負するなら。そうですね。確かに。芸術で勝負するなら、相馬さんが化け物みたいになっちゃうから。確かにね。そっちに行ったら。やっぱりね。やっぱちょっとね、前津さんをいじりたいってちょっと出ちゃった。しようがない。前津さん言っとった。そうそう。予想しとったよ。相馬さんがどうせ前津さん好きすぎるから、そうそう。一人だけ楽しんでっていう。あの、ウィッグ専門店みたいなとこで、涙流して笑ってました。大丈夫ですか？俺、一晩中いるな、そこ。あの前津さんとカツラがあって、俺一日中遊んで遊べるの。マイクさんのハマってるって。ああ、そうかそうか。だって、阿久津さんのマイクさんの爆笑してたの見たことないじゃん。確かに。ないですね。だから意外にハマってない。まあ確かに、どっちもいじられ役だからよ。大事してる。キャラかぶってるから。はい、というわけでね、今回の勝負は、僕の名人チームの勝利ということで、1枚あります。まあ、素晴らしい。素晴らしいね。よかった。一歩間違ったらもうこの負けやったなっていうのを思いながら。確かにね。そうですね。もう突き抜けようっていう。突き抜けた結果だもんね、これ。そうですね。アートなのね。アートですね、これは。山田さんもアートですよ。もうね、アートでかっこいいです。はい、なんで今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。高音。